差し支えなければ。思春期に患った？集計恐怖症というのはどんな病気ですか？どんな病気？なんか自分の見た目がなんかもうとにかく嫌でなんか外とかにも出れなくなっちゃうみたいな。なんかずっと鏡見,見てちゃうみたいな。なんか多分今の若い人とかは多いと思います。 克服できたエキサツを教えてもらってもいいですか。なるべく鏡を見ない、うん、なように心がけた、ま。モニターとかも結構苦手ですか。そうですね。だからなんか自分で自分を見るのがあんまり好きじゃない。アーティストとしてそれって結構難しいですか。なんか M.V. とか、えー。えなんか M.V. の時は正直なんかもうなんていうか入り込むっていうかなんかちゃんと作り込むじゃないですか。 なんかこういう時ってなんかもう素のまんまっていうか、うん、だからこういう時のはちょっと苦手かな。うん、ありがとうございます。